ラポニア地域はスウェーデンの世界遺産の一つである。スウェーデン語では単にラポニアと呼ばれる。ラップランドのうちスウェーデン領内の自然が多く残る山岳地帯を対象とし、行政上はノールボッテン県のイエリバーレ、ヨックモック、アリエプローグの三つのコミューンにまたがっている。文化遺産としての側面は サーメ人の伝統的生活文化が残されている地域として評価されたものであり、日本語ではサーメ人地域、ラップ人地域などと訳されることもしばしばだが、ここではスカンジナビア参加国の政府観光局による日本語サイトの表記に従い、ラポニア地域とする。総面積は約9400平方キロメートルで、 低住民族が暮らしているにもかかわらず手付け数の自然が残されている地域としては世界最大級である。この地域に暮らす先住民族は伝統的にはトナカイを追って暮らしてきたサーメ人である。ただし、かつてのソリを使った移動生活は減少傾向にあり、低住生活をするサーメ人も増える傾向にある。また、移動手段もスノーモービルや オートバイも普及するようになっており、伝統的な生活にも変化が見られる。登録対象のほとんどは、国立公園や自然保護区だが、その広大さゆえにそれぞれが多様性に富んだ、際立った特色を備えている。登録地域の95%は、国立公園、または、自然保護区である。国立公園は、ムッドゥス国立公園、パジェランタ国立公園、 サーレク国立公園、ストーラ・ショー・ファレット国立公園の4つ、自然保護区は、シャウンニャ自然保護区とストッバ自然保護区の2つである。残る5%は、スリチェルマ氷河地帯、中オルタ渓谷、ラパダーレン三角州である。ポリウス村は、ラポニア地域の自然港であり、現在では案内所も設置されている。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。この世界遺産に関するスウェーデンの公式サイト、アーカイブド2012年9月4日、アットアーカイブ、イズ、岡本武志ほか監修、世界遺産を旅する、近畿日本ツーリスト、1998年世界、遺産アカデミー、世界遺産学検定公式テキストブック講談社、2006年、エトセトラ、 青柳世紀監修、ビジュアルワイド世界遺産小学館、2003年、21世紀世界遺産の旅小学館、2007年スカンジナビア、政府観光局の世界遺産ページ、世界遺産、ラポニア氷河が作った第一、ナショナルジオグラフィック日本版、2018年9月17日閲覧。ありがとうございます。